えー、リーザーギャラリーいきますねリーザーギャラリーの二頭健人、えー、宮原貴博、えー、それから貴ですねの3人ですえー、っと展示名インナグあーインナ,ナグローブインナグローブのこのあらグローブのこのスペル俺あれだなこのグローブってあれでしたっけグローブこれのグローブかななんかそんな気がしてきたな ね、このねもうアホですね僕はね検索しますから <laughs> グローブ英語って言ってて意味でいいかん果樹園って出て,出てきたぞ違うだろうそうなの果樹園って意味なのこのグローブってマジかよそうなんだ 円だってあのなみかん畑とかそういうことでしょマジでそうなんだ「森」とかも出てくるかまあでもそういう感じだな本当に「林」とかそういうことか「林の中で」みたいな感じうんそういうタイトルなのか なるほどな。で、えっ、ー、と、3人ともですね、一応、えー、建築じゃなさい、いや、彫刻をメインとしているっていうか、なんていうかな、彫刻家というふうにう、自分のアイデンティティとしてね、持っている作家です。で、まあ、3人ともねあの、とってもいい作家なんですけどね。うんうんうん。はい、3人展ですね。えっ、ー、と、まだまだ展示やってますね、8月23日まで。はい、で、これが二藤健人君の作品です。えー あやべえな俺作品名控えてくるの忘れたなここに書いてあるかな書いてないなえー、っとねダメだ,めだごめんなさい作品名控えてくるの忘れちゃったこれね入ってねえー、っとまぁ、あ、結構でかいんですよこれ<ん>でえー、っとここね えっとまずこれどうやって作ったかっていうと、まあ、ひえ人がっていうかニトーくん2頭くん何かあの2頭くんってなんか変なさっけあのまあ子供2人いるんですけどその多分1人目の時だと思うんだけど女の子よねがであのー、ができた時にあのは奥さんですね奥さんがその子供娘さんを 肩車してさらにね肩車しているその奥さんをさらに仁藤君が肩車するっていう作品とかこれは極めて彫刻的だっていうねそういうような作家なんですね彼ね。でえー、っとえー、っとまあまあそういうことをしている作家でまあその延長線上にあるっていうかねこ,うこれなんかすごく昔から作ってる作品らしいんですけどあのシリーズとしてはね僕初めて見たんですけどえー、っとね ここのにね、平面みたいなのがあるでしょう。上のに伸びてる白い、これ石膏なんですけど、麻と石膏を混ぜたものです。麻と石膏を混ぜたものがビヨーと立ってますね。で、この真ん中にあって、その石膏がこう垂れてるような状況です。はい。で、この真ん中の平面っていうのが何かっていうと、平面じゃないんですけどね。えー、土を固めたようなものなんですけど、これがですね、 二藤君がですね、えっ、ー、と、まあ、に、お、庭なのかな、庭、自分家の庭かなんかに、あの、半分埋まってですね。こう、結構長い時間だったみたいですけどね。あの、じ,じっとしてると、あ、なんか雨に打たれたとか言ってました。あの、雪降ってたので、あの、そういうのぐらいですね。じっとしてて、で、要するに、二藤君のへこみですよ。二藤君のへこみ、ね。二藤君のへこみがいって、そこからですね。えっ、ー、と、今度はですね。 そこをもとにしてそれを支点にしてそこからえっと浅浅ですね浅と石膏を混ぜたものを持ってですねギューっと立ち上げていくということなんですギューっと立ち上げていくそれで固まるまで待つわけですねで一個一個立てていくとこういう作品なんですねであまあねあの これはもう先に話そうかなあの、ね、やっぱりね重力の問題っていうのがね結局ねすごく重要になってるはずなんですよ本当は今ね重力って未解決の力ですからよくわかんないですよね重力波っていうのが最近やっと測定されたけどあのー、本当によくわかんないですよねあのち力って4つあるっていうね引力と重力と弱い力強い力、えー、あるって言いますけどよくわかんないですねあの力っていう概念もね その中でもまあ重力っていうのはかなり謎なわけですよね。すごく弱い,弱いしね。で、その重力によってですね、初めてですね、彫刻っていうのがう成り立ってる。いや、わかんないんだな。でもそこはわかんないです。で、僕ね、一回ね、あの、これもハナピサ t v じゃに、ね、HANAPSA.com で書いたんですけど、サイバースペースで彫刻は可能かっていうのを書いたことがあるんですね。で、 そのあのサイバースペースっていうか、まあ、CG とかもそうなんですけどねあるいはゲームとかもそうなんだけど僕あんまり面白いなと思ってないのないんですよ実はでそれんでかっていうとあのねこの空間にとあちらの空間っていうものがこの空間のコピーじゃん。で僕それは新しくないっていう感じがするんだよねだからこっちの空間こっちの我々のことが我々の身体とかね我々のこの なん当このこの距離みたいなこの距離みたいなことすらも,もう何も分かんないのにサイバースペースでコピーして表面的なものをねこれ何が面白いのかなっていう感じなんですよ。で中でもそのすごくその操作できるのにコピーしちゃってるってものは重力なんですよ。 だから重力なんか無視してどん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 いけるのに基本重力を前提としたサイバースペースっていうものを作るわけですよね。だからあのあなんだっけ、えー、といろいろありましたよね。あのえっ、ー、と何、えー、とななんだっけなあのああの流行ったけどすぐされたやつあ忘れたなあのなんか仮想空間で街,街でなんかいろんな人が集まったりとかできるみたいなあれ今コロナからだから実は本当はすげえいいはずだよな。 うん、だけどまあだよなあれもう一回あれっていうかなんかそれ俺考えたことなかった本んだだんでだっていうかズームじゃなくてさそうじゃなくてサイバースペースの方でのコミュニケーションになんで映らないんだろうっていうの今考えると不思議だなサイバースペースで集まるみたいなことみんなやってたのにねしかも匿名な人たちがね 今こそそれやった方が面白いよねちょっとなんかなんでっていうかなんで俺はそれを考えなかったんだろうっていう感じですけどまあまあそれ今思いましたねまあいいやうんねなんでだと思いますかねこれコメント来たりしないのかなコメントねずっと見てるだけじゃないからあれなんだよね、うん、でまあいいやうんでまああの二度かこういう感じねで えーっと、そう,そうそうそう。で、これはね、いろんな、重要なことがね、あまりにもたくさんありすぎてね、まあ、やっぱ、二藤君、ちゃんと僕書かなきゃいけないし、作家だからな、うんちょ、ちょっとね、二藤健太郎もかなり長くなるのかもしれないですよね、僕にとっては。あの、すごく面白い作家なんですよ。あの、いろんなことやってる、いろんなことやってる作家だからね。あの、なんか、でっかい、なんかね、よくわかんないけど、なんか、あれも石膏なのかな、かなんかみたいなのね、ギュッて抱きしめて終わるとかね。 で、その絡み、あの、なんていうの、抱きしめた跡がついてるっていうのとか。で、えっ、ー、と、まあ、今、その話の下のね、ここにね、手の跡があるっていうのがすごい重要だと思ってるんですよね、手の跡。で、僕ね、岡崎和夫さんっていらっしゃ、岡崎和夫さんという、あの、まあ、彫刻家っていうか、オブジェを作る作家ですよね。ああなんて言えばいいのオブ、オブジェを作る作家って、なんて言えばいいんだろうね。 まああの僕はあの父親がねえ凪町現代美術館凪町現代美術館のあのに関係しているのであの小さい頃から見ていた作家ですけどあのその岡崎和夫さんの作品にあのすごくなんていう作品だったか、えーと「辛抱か「辛抱っていう作品なんだけどあの岡崎さんがまあまあ戦後か戦後ね あの男がね戦後ねあのずっとね槍を持ってねこう中空をですね刺しているという人がいたと。ねでそれそれはですね戦争をまあ戦争が終わった後ですよそれずっと刺す練習っていうかなをしていた人がいたと。 でそれがまあもう焼き付いて離れないみたいなことをね書いてるんだけどこれまあ,あもうちょっと正確な話ちょっとまたしたいな岡崎和夫さんについてはまた話しますね。であのそれがの作品を作っててそれが鉄の棒にこう手が握ったとがギュッてついてるだけなんだよね。でまあちょっとこうあの水晶弾みたいなのがついてたりするんだけどあと石か石からこうピッとこう伸びてね 解釈のめちゃくちゃかっこいいんだけど、すげえ怖いのよ、その話自,自体は。なんかこう戦争に疲れて,はてしまったっていうかな。そういうどん、まあ、ドン・キホーテですよね。で、そういう話なんだよね。まあ、それにちょっと近いものを感じましたね。このあの手の握りの跡を見たときはね。で、もちろんこれは重力の問題っていうのはもう言うまでもないですよね。自分が沈んでる、地面に沈んでるっていうことと、こういうふうに立ち上げてるってこと。で、 動物の森じゃないですよ西田くん。動物の森じゃないですもっと前です。セカンドライフでした。ごおめでとうしましい、セカンドライフ。であのバ、あの、サイバースペースの話ね。で、えっ、ー、と、まあね、ちょっとね、2頭くんが言ってるので面白いなと思ったのは、えっ、ー、とね、なんて書いてたかな、これテキスト読んだほうがいいでも、読まないほうがなんか楽しい気もするよね。えっとね、あのね、 そのね厚みが重要だっていうことを言ってるんだよね。あのねうん空間の厚みっていうのかなだからこの厚みこの厚みとかこの厚み地面とこの,あのその底にある厚みとか地面からこうキュンと、えー、浮いているこの厚みっていうもの。 の佐野が重要差,が差にし、あの彫刻があるんだ。みたいなことを言ってるんだよね。まあ、これはね、あの面白いと思います。これはねスケールの問題でしょう。つまり、あのファインアートっていうのは僕もさっき言ったけど、あの人間の定義だと思うんですね。つまりね。人間のスケールっていう問題は確かにすごく重要なんですよ。あの彫刻にとってつまりね。どこからランドアートって呼ぶかとか。例えばだからランドアートって。 まあ彫彫刻刻っちゃ彫刻でしょでただあれ人間が巨大だったらですね別にでもうここあのこうちょっと何て言うかなあの砂浜で遊んでるみたいなもんだったりするわけですよスパイラルジェッティとかねこうキュンみたいな。ね、だからあのスケールに人間がどれぐらいの大きさだったかっていうことを証明するっていうことはちあのすごい重要なことだと思うんですよね。 うん、あのそういうそれをね厚みっていうふうに表現するっていうのはちょっと面白いなとは思ったあのね僕だったら膨らみっていうのかなだから膨らみって言った方がなんかちょっと近いような気がするんだけど少しこうなんかなななんていうのかなあのね地球っていうのかここに感じてるわけじゃなくない僕らあの地面に感じてるわけじゃないっていう感じがするんだよね地球のその元が あのじゃなくて人間のスケールぐらいまでのところを地球って感じてるって感じがするんですよねだからあるいはその空でもね空まで行くと地球って感じなのかなだから飛行機とかで飛んでる時さなんだろうね地球を見てるとは感じないよねだからどこかどこまで行ったら地球を見たって感じるのかみたいな感じそれがなんかこう厚みっていうことだと思うんだけどその厚みっていうことは 多分この身体のスキルっても常に我々は感じて生きてるはずですよね。まあそういうようなことをちょっとこの作品はねあの、言ってるのかもしれないですね。まあまあいいや。まあまあちょっとこれね、いろいろね、なんかね、科学、なんかね、そう,そういうなんかちょっと、うん、まあ科学っていうとあれおこがましいけども、そういうことを考えながらあの見たい作品ですね。まあこれはちょっと、あの、 ペインンティングっっっぽくしたような作作品もててるって感じですかね、はい、でこれ宮原隆弘くんですね。で,で宮原くん今回はすなんかあのクールな作品にしてきましたよね。で、えー、これね何かねあのねな何ブラックって言ってたかなあのねアニッシュカプーアが100%だったかなほ,ほとんどほぼ完全な黒みたいな、えー、光を完全に吸収するうん塗料っていうのが開発されてそれをあの全部買い占めたと。 っで、それをダメ、なんか、おい、カプーアーみたいな感じでみんな怒ったわけですよね。お前だけが独占すんなよみたいな感じで怒ったわけですよ。で、それに対して、あの98%までは光を吸収するっていう塗料が開発されたらしいんですね。で、カプーアーの関係者にはその会社は売りません。カプーアー関係者には売りませんっていう硬いカプーアー戦略として、えー、なんかあの、売り出してる絵の具があるらしいんです。でそれで えっと、いろんなものを塗ってるっていう作品ですね。で、これはね、あの、本当クールですよね。めっちゃクール。で、これ、ここにミロのヴィーナスがあったりとか、これはあの、あれですよね。あの、あれの振り子ですよね。振り子ね。それからこれがね、猿の、えっと、えっと、頭蓋骨。で、これ聖書。んこれ火時計。これ石。どこから拾ってきたかは言えない。 えこれは、えっ、ー、と、あ、これもあんまり言っちゃいけないかもしれないけど、どうなのかな。まあいいや、お札。ね。えー、で、これ、天秤ね。で、これはね、じあの磁力で浮い,て浮いてるんですね。これ、食材を反対にしてますね、これはね。はい。っていうような、えー、作品。これ、すっごいかっこいいですよ。で、この真ん中のね、立方体、あ、立方体じゃねえ、えっ、ー、と、正六面体ね、は、これはね、あの磁力で浮いてましたね。 力で浮いてました、ね、落合陽一さんみたいな感じ。ね、えー、現代の魔術師みたいな感じですか。ねねすっごいかっこいいんだよねこれ。ただ宮原くんこれ何考えたんだろうな。ちょっと宮原くんのテキスト読もうかな。でもねめっちゃクールなんだよねこれ。えっ、ー、とね。 あ、光の話をやったのか。神は光とありと言われた。すると光があった。神はその光を見てよしとされた。 乗りり越えがたたいオブジェクト同士のの断絶を彫刻の一手により生じた要請あこれねちょっとね日本語がおかしいね,よね。これね全体的にねこのテキスト俺もうちょっとな俺添削してあげたかったな。あのこれってあのアーティストの文章下手なあので添削っていうかあの僕あのアドバイスしますからねてあの単純に日本語こうした方がいいよとかこれどういう意味かわからないとかそういうの,あの僕実はよくやってるのであのそういうのは普通に相談くださいね。メールとかくれたら普通に返しますはい まあでもあのちょっとあのあれですよ。あの一応これスキルフルなことなので、あのもしあのあまりにも大変だったら普通にギャラもらえますけどね。えー、っと、まさにこれこそがオブジェクト、えー、っと、働たちうえー、っとね。そのオブジェクトに反応するオブジェクトリセプターね。ああ、なるほどな。 あ物を需要するっていうことはどういうことかっていうことを考えてるわけか。うんなるほどな。あなるほどな。なるほどな。物なるほどな。難しいな。すげえ難しいことを考えてるな。えっと物自体っていう話あり,ありますけどカントの。カントの物自体があってその物。 しかしながらそれは受容できるってことでしょうん。まあまあ、認識できるっていうことだよね。認識できるっていうことで、うんなるほどな。彫刻家は、その認識の仕方が、まあ、あるんだみたいな感じだよな。うん、わかったわかった。うんなるほどね。で、それ光、どっちから考えてんだろうな。光から考えてるのかな今回は光から考えたっていうことかな あるいは光の反射を消した時に、うん、ということだなだから物の物っていう存在があって一般的には光が反射してるんだけどその光の反射っていうのを98%まで、えー、と消して、まあ、2%しか反射してないっていう特殊な状況に置いた時に我々がその物とど物をどういうふうに認識するのかっていう実験なんだな。うんなるほどな。 これは難しい系統も98%、うん、うんうん光をなくしてってことだよねうん光をなくしてものをうんいやこれはでもすごいところにチャレンジしてるのかもしれないなやっぱりいやもう,もうすっごい単純に言うと光なきところにものあるのかっていう話だよね あのね、もっと言うなきところっていうのはねあれですよあのスペースですから光なき世界に物はあるのかっていうふうに考えなきゃいけないっていうことだね宮原くんが言ってるのはで物あるって言ってんだな多分それがオブジェクトリセプターによって我々は物を受要するっていうことをしてるはずで光以外光以外の形でおそらく物を受要しているっていう ことがあその彫刻という彫刻家の鉄彫刻家にとって結構重要だっていうことを多分彼は言ってるんだと思うんだけどなるほどねでもこれはね僕が考えてることともちょっと似てるんだよな僕ねずっとね思ってることがあって <laughs> あのー、三原君の話関心 とはちょっとずれれてししまうかもしれないんだけどあのニュートリノとかすごいちっちゃい物質とかねとかあのよく観測してるじゃないですかあのこう加速器でビヨーンって回してで原子と原子をあのこうビヨーンってボーンってぶつけたりしたら、えー、とすごいまあエネルギーが出てくるんだけどその中からボーンってこう割れてですねなんかこうビュッとこう出てくるとかねあとまあ,あの宇宙から飛んできたやつをねこう観測するとかっていうことがあるわけだけど。 紙を噛んでとかねあるわけだけどあれ結局何で観測してるかっていうと光で観測してるんだよね全部で光で物に光が,当た,あ光が物に当たってそれが反射してくるっていうことによってその光のスペクトラムねスペクトラムが変わるだからこれニュートンなんですよねでニュートンの光学ねでによって観測してるんですよね基本はで光って一番ちっちゃいから で僕ね、変な話だけど、あの、その光について分かってないわけ、我々。で、そのひ、で、僕はなんかすごいなんか変な感じがするんですよ。だから、ニュートンの光のスペクトラムって、なんか本当に合ってんのっていうふうに思ってるんですよね。なんか、その美術をやってるものとしては。それ感じませんか、皆さん。なんか、 ななんか違う気しない <laughs> スペクトラムで、まあ、虹色をこうキュッ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 って出て,いくみたい出てくるみたいなでまあ,確かあの目に見える範囲っていうのは決まってるわけねでもちろんあれですよニュートリノとかちっちゃいのはすごい目に見えない範囲のすごい微細なところをあの計算するわけですけどでも僕これな間違ってたらどうすんのって感じがするんで多分ねなんかね間違ってなくても少なくとも何か違う理論が出てくる可能性がすげえあると思ってるんですよね だからでもその時にでもその時でも彫刻は残るんだって言ってるんだと思うんだよね多分ね絵画は死ぬかもしれないけど彫刻は残るって言ってるんだと思うなうんでこれとにかくね展示がすっごいかっこよくてこの今回はすごくいいんですようんとにかくいいんですこれねもうほとんどね真っ黒にしか映らないけどちゃんと物ですものですよこれこれ,これ真っ黒にしか映らないとかっていうのもすっげーいいよねこれもねわざとやってるよね すごくいいよ、ね、で真っ黒に映らないのは当たり前なんだよ。だって光98%吸収してるからね。でこれ浮いてるでしょ磁力で浮いてるらしいです。ね、あちなみに落合さんがなんかあの銀の玉みたいなやつを磁力で浮かしてグルンって回してるけどあれってアートとかって言ってるの大笑いですよね。<laughs> うん、あんなものはアート、あのまあはっきり言って言っていいと思いますけどあれはもう全然あのフ,ァイあのファインアートではないです。アーティフィシャルではありますよ。 だから、彼はアーティフィフシャルっっってていいう意味でアートって言ってるんだだと思いますだからその、もしファインアートっていうふうに彼が言うのであれば、それは違いますよっていうことはちゃんと言ってあげた方がいいと思いますね。あの、それは端的にそうまああのそれだけだと思います。はい。えー、次ですね。えー、っと、これがですね、小さい頃は神様がいてっていう高橋聖の作品。で、高橋聖君については前回古典を、前回というか、まあ前ですね。 古典について話しているのであのその動画もねあの見てほしいなと思うんですけどえっ、ー、となんかね笛ですねで笛これあの笛なんですよあのピーピッみたいな感じで体育の時とかに先生がふ体育っていうか運動会かの時に先生が吹いたするすりするような笛ねを真鍮で作ってるんですね。 だからまあし、あの、雨はなくなるかもしれないけど、心中だけはまあ必ず残るっていう作品ですけど、で、あのその心中の方に小さい頃は神様がいてって書いてあるんだけど、うん。で、えー、っと、このピーピーとかやったらさ、これ、我々ピッとかって動くじゃないあの、ピーピーってこうやって、ピッピ一1、2、1、2、ピー、1、2、3みたいな <laughs> 止まるじゃないで、あれが、で、動かされてたっていう、で、小さい頃は神様がいてっていうね、ある意味、超単純な作品よね。 で、えっ、ー、と、これは音とセットにやってます。で、彼がこの笛、あの、雨の笛をずっと吹き続けるっていう。で、だんだん溶けてくるんだけど、ね、で、だんだん溶けてくるから、15分吹き続けてるんだけど、あの、もう苦しくなって吹けないのと、雨が溶けた吹,吹けないのとっていうのでダブルになるということですね。すごい作品。すごくかっこいい作品ですよ。はい。これ、ここにまあ、書いてあります。彫ってあるんですね。うん。すごくかっこいい作品ですよね。 これは飴がちょっともう溶けてるってやつですね。はい。これ、まあ小さいこれは神様がいて。ね。あ、これニトークの作品の作り方。あ、で、ニトークのさっきのこの、あの、あれですね。下から見るとお尻とかがね、あの形、お尻のぷっくり感が出てたりとかするよっていう感じですかね。これ、セン君のその飴ですね。横から見ると、まあちょっとわかりやすいかなと思って飴取りました。はい。えー、でー、セン君ね。 これもね、線香ね。これはすごいシンプルな作品だと思いますよ。だ彼は実はね、結構ね、こういうねあの、ポリティカルな作品を作るんですよ。こう、ポリティカルでしょ。極めてポリティカルでしょ。ね。笛によって我々動かされてるってことなんだよ、ね。ね。でも笛を吹き続けたら、その溶けちゃうよってことだ、ね、美味しいけどねって。<laughs> <laughs> まあまあそういう感じでね。で彼ねずっとね音に興味があるんでね実は僕初めてあの彼の作品を見た時は彼が大学学部3年3年かなの時だったんです。3年の新旧典とか2から3なのかなよく分かんないけどその時になんか高橋先生が呼んでくれてあの僕好評やって初めて会ったんですけどその時ねの作品が真っ暗な部屋に音がね何かね水がね ポポチョンポチョョンン落ちるようなねちょっとだけ音が聞こえるっていう作品でそれが彫刻ですって言ってたのね。でこいつは行かれてんなーと思ったんだけど <laughs> まあそういう作家だったんですよ。でまあ,あのそれと近いと思うんですね。だから音をすごく彼はあのー、大事なんだと思う。で音の問題についてもまたああのー、まあ、話さなきゃいけないですねこれはね、はい。ただこの作品自体に関してはあのー、すごく シンプルに「小さい頃は神様がいて」というタイトルでこれはまあもちろんねそのユーミの曲だしジブリだしまあある種の神みたいなもんだよねえまあその一種の洗脳を受けるわけでしょ我々ジブリ洗脳を受けてるわけだしねそのっていうような状況の中でえ体育の先生とかの笛で動かされる。 っていうような身体制も獲得ええー、となんていうのまあ切りつくんだなを受けてっていうような状況をとをかけているっていうような作品ですよね。えー、これをそういうふうに、えー、見るといいのではないかと思いますね。 音の問題については、これから彼はずっとまだやっていくんじゃないかと思うんですよね。なので、これからの展開を楽しみにするという感じでしょうかね。で、とにかくですね、これ今回すごい良かったのは、リースさんのところでグループ展って初めてだと思うんですね。リーサイギャラリー。えっ、ー、と、山本現代から独立した、まだ、何歳くらい ?30 代前半のギャラリストですけど、その彼女、えー、の、 展示としては、そのここのリーサイアギャラリー、まだ1年経ってない、もうすぐ1年みたいな感じみたいですけど、えー、と不動前ですね、目黒からもう歩けますけどね、のギャラリーですけど、えっ、ー、と、まだまだ、その、あと1、まだ一年だけどあの、グループ展初めてだと思うんですけど、グループ展上手だなと思いましたね。グループ展なんか良かったですね。うん、いいと思いましたね。そそれになんていうかなその これ驚くべきことにこの3人すごい力のある作家ですけどこの3人がですねあのギャラリーついてないっていうか2頭、まあ、くんはまあついてるっちゃついてるけどあのそのアートフェアに出すようなね海外のアートフェアに出してバンバン売ってくれるようなそ,のそういうタイプの、えっと、ギャラリーがついてないわけですよ今。でやっぱそれはね変だよね <laughs>。変だと思うし けど同時ににのの日本本っっってすっごいいいかん本当にい当いぱいいるんですよ、うん、でも彼らは続けていくから絶対だからあのすごいいいですよあの見るものとしては恵まれた環境にあると思うんでね,ね、えー、ぜひみんなで見ていきましょうね、はい、リーさんのところもねぜひこれからも、えー、と皆さんもねあのこれからもあの面白い展示あるみたいなんでえっ、ー、とぜひ えー、いきましょううっていう感じですかね、えー、まだまだね作品もあの手に入る価格ですからこれからどうなるか分かんないからねバカ売れする可能性の十分ある作家たちなんで今のうちにあの買っとくとねどの作品もすっごいかっこいいからあの部屋に置いてもねかっこいいと思いますよ本当にかっこいいしあの見ててあのずっと見れるね <laughs> 見続けられるどん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 見るそのなんていうかな様相が変わっていくっていうかな 作品ではあると思うんでね。まあそういうところね。まああの、特にね、宮原くんの作品なんかそうなんじゃないかなっていう気がするけどね。あの、そういうふうに思いますね。えー、ということで、D サイヤギャラリー、高橋千二刀剣と、えー、宮原隆弘の、ー、いいな、グローブでした。はい。よし。じゃあもう最後ですね。 えっと、質問とか書いてくれといたらですね、ちょっと常に、あまあ、できるだけ実は今日は見るようにしてます、コメントとか。ので、えー、っと、どうなんですかね、ストリームがね、なんかね、良くなったり、ちょっと悪くなったりしてるみたいなんですけど、多分音は大丈夫なんじゃないかと思うので、後からまたこれ、今回はもう全部3分割しますね。はい。で、ああ、とですね、えー、っと、えー、っとまだなんか結構見てるくれてる方いるみたいなんで、あのぜひですね、グッドボタン。 グッドボタンを今すぐ押してくださいね。グッドボタンですよ登録は皆さんしていただけてますか大丈夫ですか、ね、やっぱりね生きるとか死ぬっていうことについてね考えなきゃいけないですよアートっていうものは